テーブルトーク？何ですか、それ。なんだ、みんな知らないのか？私は知ってるよ。海外の映画とか見ると時々出てくるし。RPG ってことはゲームなんすか？はい、ラストファンタジーとかドラッケンクエストとか。あ、自分は10好きっすよ。ラスファン10。あれ、ほんと切なかったっすよね。じゃあマネ、そこから先は私が説明する。ん？つまりコンピューターを使わないで遊ぶ RPG だ。そうなの？そんなことできるの？うん、コンピューターの代わりにゲームマスターっていう役の人が敵から街の人まで全部対応するの。そう、そしてキャラクターになりきって遊ぶテーブルトーク RPG は演技や感情移入の勉強にもなる。ジャーマネもたまには粋な計らいをする。つまりこれは遊びじゃなくてレッスンということですか？そういう話ならもちろん真剣にやります。うん、私まだよくわからないから教えてもらいながらでいいですか？世界は中世ファンタジーですか？私から。気弱だけど神の教えを何より大事にする司祭見習いかな。名前は悩んだんですけど春菜でいいかなって。え、それ本名じゃん。もう本名じゃないよ、カタカナで春菜なの。同じでしょ。そうかもしれないけど、この方が感情移入しやすいかなって。相変わらず変わってるな、春菜は。はい、じゃあ次、私。正義感に満ちた熱血ナイトをやります。春菜に習って私も名前はほのかでいくね。ほのかも本名なの？ほのかちゃん、ありがとう。ほのかは普段からナイトって感じがするから当たり役だな。そう？本当にヒーローっぽい？存在がタンク。どういう意味？じゃあ次は私が。名前はカノシホ。面倒くさがりで頭脳派の魔法使いという設定で。今度は本名フルネーム。フルネームじゃないぞ。カノが名前でシホが先祖由来の名字なのだ。はい、じゃあ最後いきます。自分ももう名前はマイカでいいよ。職業は。違う、忍者、忍者なの。忍者なんていないでしょ。ほら、ルールブックにもそんなの書いてないし。いいじゃん、気持ちだけ忍者でやらせて。だってシーフって盗賊でしょ。盗賊なんてずるい真似したくないよ。マイカ、シーフだって重要だ。わがまま言うな。
やった。それでいいのか。さすがマイカ、汚い。汚くなんかないって。ワクワクしてきた。ドキドキ。昼間からお酒なんて何考えてるの？え、お酒って昼から飲んじゃいけないの？この前美晴さん昼からビール飲んでたよ。ああの人はほら特別だから。もう私たちは今ファンタジー世界の冒険者なんだし、役になりきっていこう。神よ、今日の糧にありつけたことを心より感謝いたします。春菜、そんなに現実から離れたいのか。仕事？この世界の仕事ってどういうことするの？まあ、テーブルトーク RPG としては定番の振りだな。ご本、どの世界でも仕事はありがたいが、しかし何でもいいわけではない。確かに、いくらファンタジーの世界とはいえ人の道に外れたことはしたくないからね。女剣士だって強いのかな。剣の腕なら私も負けないよ。あ、いや、まずは詳しいことを聞いてからっと。とか兵士長とかさ。三大名家ってことはあと二つ名家があるのかな。はい、まだこの町にたどり着いたばかりで。あまりうまくいっていないみたいだな。ほう、どこの世界も大変なんすね。領民を守るための戦いってことね。でもさ、そんなの自分たちみたいな冒険者じゃなくて、もっとちゃんとした、その何家だっけ。ルピナス家。そうそう、ルピナス家。自分名前を覚えるの苦手なんだよな、特に横文字の名前とかさ。それでルピナスケがどうしたって？ああ、忘れてた。そのルピナスケの正社員の兵士が行けばいいんじゃないの？ファンタジー世界で正社員って。ねえマイカ、真面目にやってる？やってるよ。
そこで混ぜ返してるといつまでも話が進まないんだが。なるほど、そこで我々冒険者とは名ばかりの旅の何でも屋に話が来たわけだな。何でも屋なの？冒険者ってレベルが低い頃の冒険者なんてどんなゲームでも何でも屋みたいなもんだ。ん？流すとこだったけど、さっき盗賊って言った？自分忍者なんだけど。まあまあ、マイカちゃん、今はエリカさんの話を聞こうよ。何でも屋かもしれないけど、私はナイトだからね。人助けのためとあらば喜んで引き受けるよ。ちょっとちょっと、受けるか受けないかは報酬次第でしょう。人助けをお金で決めるの？仕事する以上正当な報酬をもらうのは当然だよ。もちろん引き受ける以上は全力でやるよ。で、おいくら？金額は問題じゃないでしょ。困ってる人を救うためだからね。みんな、エリカさんの仕事受けようよ。はい、これも神のおぼし召しです。反対してても話が進まないからな。しょうがない、付き合うとしよう。あれ、結局報酬の金額はいくらなの？ねえ、おいくら？ねえってば。早く助けに行こう。問題は敵が何体いるのかだな。ゴブリンって強いのかな。序盤の定番雑魚キャラってイメージだし、そんな強くないんじゃない？村の人たちと合流した方がいいのかな。いや、この状況なら合流するよりも挟み撃ちにした方がいいのでは。村には伝達を送って何かの合図で一斉に。さすが頭脳派。で、合図はどうするの？それまでに気づかれないあたりまで近づこう。もちろん。大丈夫です。足を引っ張るようなことはしません。初めての戦闘だけどな。なんだか気がそがれるな。私が先頭で盾になるから、カノは後ろから魔法で攻撃して。うん、そうさせてもらおう。私はみんなの傷を癒すね。自分どうしようかな。あ、このゴブリンたちのいる遺跡の東にあるのは崖？そこまで行って崖の上から弓を撃つとかできる？いいアイディアだった。本当にやった。よし、じゃあ作戦は決まったね。負けませんよ。みんなすごく頼もしいね。
花火か何かなの？今の。そういうのもある世界なんだな。さあみんな、始まるよ。神よ、祝福を。私は一旦移動して待機かな。神聖魔法でほのかちゃんとエリカさんの防護値にプラス1。神よ、感謝いたします。私はほのかとエリカの剣に炎の剣の魔法を。打撃値がプラス10だ。おお、燃えよ我が剣。結局ゴブリンの数は何体なの？これみんなに伝えていいんすか？そっか、ちょっと多い気もするけど大丈夫かな。多分ハム、どうやら敵の数は大したことなさそうだな。頭脳派と呼んでくれたまえ。自分とりあえず様子見たいし、最後でいいかな。じゃあその次は私かな。前に出てゴブリンに攻撃します。手近な奴に剣で攻撃。命中。おりゃー。同じゴブリンに火の矢の魔法で攻撃しよう。入れよ火の矢、敵を射抜け。3体だから3回やればいいんだね。一発受けちゃった。でもまだまだ大丈夫、持ちこたえられるよ。回復魔法いる？いや、まだいらないかな。次のターンでお願い。うん、わかった。じゃあ祈ってるね。神よ、我らに祝福を。とりあえず弓で援護するしかないよね。ほのかを囲んでる一体に攻撃して。命中。そしてダメージはと。クリティカルしちゃった。ついてるね。さすが忍者。えへん。なんだよ、結局バレるじゃんか。次のターン行っていい？うなれ、炎のブロードソード。入れよ眠りの雲よ、安らかなる眠りを。うわ、マジか。まだまだ。神よ、ほのかちゃんの傷を癒したまえ。バレちゃったんならもういいよね。みんな、ゴブリンは全部で10体だよ。そして後ろに1体大きなゴブリンがいる。そいつがボスだと思う。あ、多分だけど。ハム、
私たちからそのボスっぽいのは見えるか？じゃあマジックライトの魔法を使って周辺を明るくしよう。いでよ光よ、マナの力で闇を照らせ。へえ、ゴブリンも偉くなるとおしゃれするんだ。これで狙いは定まったな。行け、ほのか。おりゃことって今までもよくあったんですか？何か原因があるのかも。確かに怪しいな。確かに倒したゴブリンたちを調べてみるのは悪くないかもな。もしかしたら何か手がかりが残ってるかもしれないね。うん。ねえ、確かここ遺跡でしょ？やっぱさ、遺跡を探索するしかないんじゃない？調べるのは遺跡じゃなくてゴブリンでしょ？ねえみんな、遺跡探索しようよ。ディープなダンジョンに潜ろうよ。何かこういう時に便利な魔法はないのかな。こういう時に便利な魔法か。これよし、この魔法を使ってみよう。魔法のアイテムに反応する魔力感知の魔法を使ってゴブリンが変なものを持ってたりしないか調べる。へえ、そういう方法もあるんだ。魔法って便利だね。よし、取ってみよう。これが魔法のアイテムなら、何かの魔法の力でゴブリンを操っていたとか。ありえなくはなさそうだね。他には何も見つからなかった？そっか。私は15です。16、19っす。なんでお前が一番高いんだ？おかしい。どういう意味？え、方向はわかるんすか？数とか。みんな注意して、あの辺に何かいる。よし、ここは眠りの雲の魔法だな。安らかに眠れ。よし、寝たんじゃない？ちょっと見てくるよ。気をつけてな。ん？村の人かな。どうだろう。でも今この場にいるのはちょっと怪しいね。エリカさん、顔に見覚えはありますか？
どうする、ほのか。縛っちゃおっか。え、ほのかすごいこと言うね。ちょっと引いたんだけど。しょうがないでしょ、ここはファンタジー世界なんだから。眠ってるうちに縛って村まで連れて行って、もし村の人だったら謝ろう。え、じゃあ遺跡の探索はなし？ねえ、遺跡だよ、古代の遺跡だよ。ちょっとそういう迷宮探索みたいなのしてみたいんだけど。男を眠らせたまま？すぐに宝探ししようとするのは盗賊の悪い癖だな。なんだよそれ。それに忍者だっての。今は遺跡探索よりも先にやることがある。ち、わかったよ、遺跡探索は諦める。どこの誰だか知らないけど、ごめんなさい、きつく縛って。神よ、お許しください。ねえ春菜、さっきからずっとそれ言えばいいと思ってない？そんなぎゅうぎゅうに縛ったつもりは。ああ、遺跡潜りたかったな。はい。パム。起きてたの？村に移動したり、だいぶ時間も経ったもんね。どうしてあの場にいたの？この魔法のアイテムは何だ？なるほど、これが何か知ってるね。間違いなくゴブリンの襲撃に関係があるな。私たちに撃退されたのを見て証拠を隠滅しに来たとか。その証拠ってのがこのアイテム？その可能性は高い。どうする、この世界の警察みたいなのに突き出す？それがエリカさんなんじゃないの？何の罪？実際のところまだ何も証拠がないよ。では私が神の声を聞いてみましょう。はい、わかりました。この者には奉仕作業をさせればよろしいのですね。おい春菜、神様じゃなくて亀井様と話してるんじゃないだろうな。あのさ、みんなちょっといい？この人もう少し調べたらどうかな。というと？この男が何者か分かるようなものを持っていないか調べる。手紙とかそういうの持ってないかとか。確かに、マイカにしてはいいことを言う。一言多いんだって。ん？これなんだ？重要な手がかりになりそうだね。みんなも疲れてるだろうし、今日はここで休もうか。
んだか嬉しいな。リーダーは自分と言いたいとこだけど、やっぱり春菜かな。まあ春菜だろうな。うん、私たちのリーダーは春菜しかいないね。え、私はそんな神の教えに従って歩んでいるだけです。何それ。まあこういうことだ。これがうちのリーダーだから。ならそれに見合った働きをしなくちゃね。私は困った人の助けになりたい、それだけです。これも神の思し召しです。やった。まずは魔法のアイテムの鑑定、これがどういったものか調べないとな。エリカさん、鑑定できる知り合いとかいないんですか？では魔術師の私がそのお抱え魔術師のところへ魔法のアイテムの鑑定に行くとしよう。ちなみに男が持っていた探検の方はどうですか？お、もしかして君って自分のこと？何度も言うけど忍者なんだけどな。はあ、しょうがない。盗賊ギルド行ってくるよ。忍者だけど。じゃあ私はどうしようかな。どっちについていっても役に立たないだろうし。信用できる方だって聞いた。私もナイトらしくなってきたってことかな。私が？春菜、失礼のないようにね。マイカじゃないんだから。まさか単独行動を一人ずつやらされるとはね。私はこの剣をエリカさんからいただいてきたよ。現当主が鍛冶屋に特注した名剣。魔法の剣ではないけど高品質の一品なんだって。ナイトとしてとても光栄だな。春菜は当主と話してきたんだっけ？はい、私は当主様とお話をしてきて、いろんな話をしました。この町のこと、三大名家のこと。でも今報告することはないから、終わったらいろいろ話すね。自分の聞いてきた情報はなんだっけ、そのなんとか家の家紋紋章なんだって。あとその家の場所も。
何一つ説明になってないんだが。マイカちゃん、名前とかは覚えてないの？横文字の名前覚えられないんだって。家の紋章のついた探検なんてかなり大事なものだよね。つまりあの男はシオン家の人間か、その関係者ってことかな。そうそう、そういうこと。あとそのシオン家の家の場所も聞いてきたよ。なるほど、そうだったか。どうしたの？話がつながってきたと思ってな。次は私が報告する。魔法のアイテムはやっぱりゴブリンというよりも知能の低い妖魔の意識を操るアイテムだった。魔法大学の学生の頃に魔法の才能はあまりないが、魔法道具作りの研究に入れ込んでいた同級生がいたらしい。そいつの名前はラウルス・シオン。え？その名前？マイカが調べてきた情報とつながったね。そう、魔術師のフロックスも後で直接男の顔を見てみようと言ってた。もう怪しさとしては 100% じゃない？随分昔に没落したというのなら知らなくてもしょうがない。で、どうする？どうするも何も、あの男の人を問い詰めればいいだけでしょう。そうだな。魔法の道具でゴブリンを操ったラウルス・シオン本人なら、そのまま村を襲った罪に問えばいいだけだ。その人は今どこにいるんでしたっけ？まさか逃げられたとか？マジか。魔法の道具だな。やっぱりほのかちゃんが縛ったくらいにぎゅうぎゅうにしないとダメだったのかも。ちょっと春菜まで、私そんなぎゅうぎゅうに縛ってないから。とりあえず家に行ってみるしかないんじゃないかな。手がかりはそこしかないし。マイカちゃん、家の場所も聞いてきたんでしょ？うん、町の外れの他に住む人もいないような寂しいところだってさ。私が聞いてきた話では魔法のアイテムは量産できるだろうとも言っていた。早めに対処しないと良くないことが起こるかも。うん、今すぐ行くしかないね、その家に。どういう関係だろう。ご家族とか？とりあえず自分が忍び足で近寄って聞き耳立ててみるよ。なぜなら自分は忍者だからね。わかったわかった、忍者忍者。成功判定した方がいい？そんなの楽勝でしょう。嫌な予感がする。よーし、行くよー。
一のゾロ目。やはりフラグだったか。なんで？嘘でしょ？え、そんなに？もう何してんの？全部こいつが悪いんだって。この2つの四角いサイコロのせいなんだよ。怪しいものでは。あはは、そうっすよね。これはマイカに任せておくと余計にまずいことになりそう。うん、私たちもそっちに向かおう。すみません、あのこちらシオンさんのお宅でしょうか？最初からそうやって普通に行けばよかったんじゃない？わざわざ忍び足で近づいたりしないでさ。マイカが自分から行くって言ったんでしょ？お、そうだったっけ。ふむ、いよいよ真相に近づいてきたな。恨み？何か理由があったんですか？家が没落したきっかけがルピナス家にあるとかですか？何それ。それじゃ八つ当たりしてるみたいなもんじゃん。あの、その息子さんが今どこにいるか分かりますか？え、それってあの村の近くの？これってもしかして。そうか、最初からあそこが。なるほどな。ねえ、あの時自分が言う通りに遺跡探索してたらもっと早く解決したんじゃないの？急いで駆けつけよう。ご老人、気を強く。待っていてください。さあ行こう、みんな。息子さんを止めに。まさかマイカが正しかったとは。ああ、今マイカが正しかったって言ったでしょ。自分間違ってなかったでしょ。まあそういうこともある。もっと褒めてくれてもいいじゃん。さあ行くぞ行くぞ。ちょっと待ってってば。ここくらいしか行くあてもないだろうし、いるんじゃないか。ほのか、ちょっと声かけてみなよ。出てくるかもよ。え、私が？なんて言ったらいいかな。うん、わかった、任せて。おい、もう終わりだ。お前の親父さんにも会ってきたぞ。親父さん悲しんでたぞ。もうこんなことはやめて潔く出てこい。ほのかちゃん、
刑事物になってるよ。あ、本当に出てきた。悪役だな。そんな計画なんて始まる前に終わらせてみせる。来たね。神よ、我らに祝福を。ゴブリン一体何匹いるんだろう。いや、ちょっと待て、ゴーレムもいる。あんなものまで操ってるのか。むちゃくちゃな言い分だよ。世の中に不満があるなら自分自身を変えればいい。それが嫌なら。それが嫌なら、それが嫌なら私と勝負だ。どういう意味だよ。やっぱり器が大きいな、ほのかちゃんは。え、そう。なかなか多いな。カナとハルナは下がって、私たちの援護を。マイカ、二人の護衛をお願い。わかった。了解。炎の剣の魔法を。私もみんなに防御の祝福魔法をかけるね。みんな気をつけてね。まだまだ平気。盗賊って言われたのは気になるけど。それはもういいだろう。まずは私、目の前のゴブリンから行くよ。おりゃあ。おー、一撃で倒した。やるな、ほのか。いい剣をもらったからね。じゃあ私もやるか。まだ後ろにいるゴブリンたちを狙って。マナより遺伝子下級よ、炸裂せよ、ファイヤーボール。3体か、まだまだだな。全然平気だよ。弓で狙うよ。そんなの少しでも傷を与えておかないと。あいたたたた。これ長引くとまずいかも。私に任せて。神よ、癒しを。ありがとう、春菜。マイカ、少しの間こらえて。早めに頼むよ、ほのか。なんとか奴らから二人を守ってみせるからさ。残りはホブゴブリンが2体の、ゴーレムが4体、そしてあのラウルス・シオンな。魔法のアイテムから無限に魔法を打ってくるの、ちょっとずるくない？
その才能、もっと有意義に使える場所があったはず。それを拒絶して生きてきた結果なんじゃないのか。私もそろそろ厳しいな。ホブゴブリンの攻撃、一体は回避して、もう一体。ダメだ。ああ、もうギリギリだよ。どうしよう。回復が間に合わない。神よ。危ない、マイカ。これはもうダメか。うん、ダメっぽい。ついに HP0。 政治判定も失敗。どう？みんな、あとは任せた。ガガ、死んじゃダメだ、マイカ。マイカちゃん。ほのか、狙いは一つ。あの男さえ倒せば、ヨウマどもは戦意を失うはずだ。マイカへの弔いの炎だ。うなで火球。ほのか、道は開いたぞ。一ターンしか持たないぞ。分かってるな。うん、分かってる。行くよ、ラウレス。マイカの仇、受け取れ。うわあ、やった。一撃か、さすがほのか。剣のおかげだよ。それでこの人まだ生きてるの？どうする、マイカの仇取るのか。ほのかちゃん、いや、いいよ。マイカはきっとそんなこと望んじゃいないと思うから。そうだね。うん、きっとそうだよ。マイカちゃんなら。はは、なるほど。このよくあるやりとり、死んだ人はいつもこういう気持ちで聞いているんだな。はい、とても悲しいです。春菜、死者蘇生の神聖魔法さえ使えれば。おお、ファンタジーらしい悲しみ方だな。ああ、そうか、ファンタジーの世界なら生き返らせることもできるんだね。大聖者様に大聖徒。ハルナの目が輝き出した。もちろん、行こう行こう、蘇らせてもらおうよ。ん、気のせいか、マイカの声が聞こえるな。いや、死者の蘇生などマイカはきっと望んでないはずだ。行くのはやめよう。望んでるって、めっちゃ望んでるって。おーい、霊界から。おーい。あー、もうマイカってば、うるさい。もうしょうがない。マイカの魂がうるさいから、その大聖堂行こうか。そうそう、
仲間を蘇らせる旅、行こう。ん？じゃあ、蘇るまでマイカは幽霊として参加するのか？お、そうだ。自分その間どうするの？新キャラ作ればいいのかな？私たちの旅はまだ始まったばかりだね。あー楽しかった。死んじゃったけど。マイカ、まさかあそこでやられるとは思わなかったよ。自分だってそうだよ。いや、忍び足に失敗して転がったのが一番笑えたな。なんだよ、失敗ばっかりしてるみたいじゃん、自分。でも、春菜も乗ってたね。ファンタジー世界の住人になりきってた。うん、ついつい入り込んじゃった。最高です。もちろんです。なったなった。マネージャーさん、次の冒険はいつやりますか？お、そうだよ、自分を蘇らせに行く冒険。こういうレッスンなら朝から晩まででもいいな。うんうん。はい、任せてください、マネージャーさん。